観光庁や多くの企業では今日が仕事始めです。県庁では幹部職員を前に川勝知事が訓示しました。日本のシンボルとして愛されている日本人のこの気高さを結びつく形で愛されているその富士山を冠した富士の国にしていくという使命を持っている。今朝県庁で行われた仕事始めの式で川勝知事がおよそ120人の幹部職員を前にこう訓示しました。また日中韓3カ国の都市が文化交流を行う東アジア文化都市に選ばれたことを受け、日本の顔になるという使命を持った地域となった、新しい国づくりの門出の都市にふさわしいと評価しました。